株式会社 FM 香川は香川県を放送対象地域とする超短波放送の特定地上機関放送事業者である。瀬戸内海放送の連結市会社でコールサインは女優 FMJFN 系列。地方のラジオ局では珍しい日曜深夜を含めた完全24時間放送を実施。なお、これを行っている放送局は JFN 系列では他には FM 大阪と FM 栃木だけである。岡山県域 FM 局の開局が難航したため、開局当初から岡山県でも聞かれており、かつては KSB の岡山本社に営業所が置かれ、FM 岡山開局までは岡山県内の企業のスポンサーもかなりあった。そのため、岡山県域 FM 局として FM 岡山が、 開局した現在でもリスナーがかなり多い。瀬戸内海放送とグループ関係にあり、局者屋も同居しているため、相互交流も盛んである。一時期は番組交流でテレビ FM 同時放送もあった。毎週金曜に KSB スーパー J チャンネルの多賀君とが、ジョイ、U クラブに出演したり、放送がお休みの際は逆に、 KSB スーパー J チャンネルのスタジオに当時のジョイ、U クラブの井川達夫が出演することがあった。日高徹が番組館、または CM で流れるジングルを FM 香川用ように制作している。現在は主に2パターンが使用されている。過去には、見るラジやテレホンボードや P メールといった全国のラジオ局では珍しいシステムをいち早く導入していた。見るラジクラブや テレホンボードを活用した企画やメッセージ投稿などを行っていた。2021年まで使用されていた西宝町級本社企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの。出展1992年3月31日2003年3月31日2021年10月現在。太字で背景色は 自社制作番組を平日週末どちらのスタジオも番組の観覧可能であるが第2スタジオは平日19時以降土日祝祭日は観覧できない男性女性男性女性男性女性次の岡山県のケーブルテレビで区域外再放送されているありがとうございます